相イ雅マも、桜井翔も、亀梨和也も中島健人も、スタート社は、スノスと頼み。逆風を跳ね返す絶大、スノーマンストーンズパワー。スマイルアップは12月8日、旧ジャニーズ事務所に所属するタレントのエージェント業務を行う新会社の社名が、スタートエンターテイメント、スタートエンターテイメントに決まったと発表した。 最高経営責任者、CEO には、コンサルティング会社、スピーディー、社長の福田敦氏、58が就任する。ファンクラブ向けの動画には、福田氏も登場。僕が新社長と言われて混乱するのはわかりますし、半年以上、ファンの方を不安にさせて申し訳ない。ちゃんとやるのか不安があるのが当然だと思うので、 今後の仕事で払拭していきたい、と挨拶。今後は新社屋を探し、来春頃に本格稼働するという。最高執行責任者、COO には井ノ原義彦47が就任する。本格指導は来春ですし、スタートエンターテイメントの今後の展開はまだまだ見えてこない。ジャニー北川氏。 去年87の加害問題は、被害者の数も膨大ですし、解決には時間がかかるでしょう。スポンサー企業も新会社になったからといって、それで解決とはなりません。今年の NHK 紅白歌合戦に急ジャニーズ勢の出演はゼロ。新会社、所属タレントにはしばらく厳しい状況が続くでしょうね。そんな中、 所属アーティストの人気の格差も明確になってきています。突出した人気を誇るのは、やはりスノスと、スノーマンとストーンズですよね。彼らの人気に頼っているとしか思えないキャスティングも増えていますよね。芸能プロ関係者、2024年1月13日スタートの恋する敬語24時で主演を務めるスノーマンの岩本光る30が、 12月15日放送の今日からヒットマンともにテレビ朝日系の最終話に出演することが明らかになった。メンバーの深澤達也31との共演が実現する。二人の共演にファンからは、は、興奮と驚きでマジで呼吸止まるかと思った胸いっぱいすぎてガチで泣いてる。 岩本光と深沢達也はやっぱ運命的に結ばれてるんだわ相方として、新芽として、グループを支える二柱として、あまりにも運命すぎてマジで映画作れる。エモいとはこのこと。と歓喜の声が殺到した。まさにスノーマンリレーといった共演ですが、これまでだったらこんなことはありえなかったはず。今日からヒットマンは嵐相葉雅紀さん。 40の主演ドラマですからね。最終話での深沢さんと岩本さんの共演というのは、主演の相葉さん以上に目立ってしまう。国民的グループ嵐の相葉さんのドラマでそんなことは許されるものではなかった。ところが、今日からヒットマンも深沢さん、さらに岩本さんを投入して視聴率を取りに行きたい、ということになったのではないでしょうか。 全室の芸能プロ関係者。嵐の桜井翔41が主演を務める2024年1月クールのドラマ、バツバツバツ選挙日本テレビ系、正式タイトルは後日発表のキャストが12月10日に発表され、ストーンズのジェシー27が出演することが明らかになった。ジェシーさんはアクションもできて演技力も確か。 でもやはり、ジェシーさんの人気にあやかりたい。ストーンズのファンにもドラマを見てもらいたいという下心が伺えますよね。前作の大病院選挙日本テレビ系の主題歌はスノーマンの W でしたから、バツバツバツ選挙の主題歌もスノーマンになる可能性もありますし、ジェシーさんが出ていますからストーンズの楽曲が採用される展開も十分に考えられます。 全室の芸能プロ関係者、小芝風花26が主演、カトゥーンの亀梨和也38が相手役を務める2024年1月クールの大奥、フジテレビ系に、スノーマンの宮立亮太30が出演することも発表された。宮立は、亀梨演じる第10代将軍徳川家春のライバル役となる白川半々主。 松平定信を演じる。さらにスノーマンの向井孝二二九は、セクシーゾーンの中島健と二九が主演を務める2024年1月クールのドラマ、リビングの松永さん、関テレフジテレビ系に出演する。小芝風花二十六が主演、カトゥーンの亀梨和也三十八。 が相手役を務める二千二十四年一月クールの大奥、フジテレビ系に、スノーマンの宮立良太、三0が出演することも発表された。宮立は、亀無し演じる第十代将軍徳川家治のライバル役となる白川半半主、松平藩主、松平貞信を演じる。さらにスノーマンの向かい井孝二、十九は、セクシーゾーンの中島健と、二十九。 が主演を務める2024年1月クールのドラマ、リビングの松永さん、関テレフジテレビ系に出演する。とりあえずスノストのメンバーを出しておけば、彼らのファンもついてくるという魂胆が垣間見えます。ドラマだけではありません。亀梨さんは10月に YouTube チャンネルを開設しましたが、記念すべき初ゲストに招いたのは、スノーマンのメグロレンさん。 26。目黒さんとの共演動画は5本もアップされています。さらに、亀梨さんの大ファンを公言している宮舘さんも12月2日と7日に更新された動画に出演。同じ東京、江戸川区が地元で亀梨さんへの憧れを隠せない宮舘さんはともかく、目黒さんを早々にゲストに呼んだのは彼の人気にあやかりたいという思いもあったのでは ないでしょうか。確かに亀梨さんのソロコンサートのバックダンサーとしてジュニア、旧ジャニーズ JR、時代の目黒さんがいたという関係性はありますが、ドラマや YouTube からも伺えますが、名だたる旧ジャニーズの先輩もスノストに力を借りたいというように見えますよね。悪い意味で言うと頼られているということですが、 やはりそれは彼らの人気があまりにも突出しているから。旧ジャニーズに逆風が吹いている今の状況では仕方がない部分もあるんでしょうね。前室の芸能プロ関係者。窮地が続く旧ジャニーズ事務所と所属タレントだが、スノストがすべてのピンチを救う。5月リリースのスノーマンのサードアルバム、I Do Me は初週ミリオンを達成。 3月リリースのシングル、タペストリー W も9月19日付のオリコンデイリーシングルランキングで累計100万枚を売り上げ、ミリオンを達成した。